の引き出しチャンネル。先生は食べることが大好きなんだ。なんだかお腹が空いちゃったから、今日はみんなでお弁当を作ってみようかな。いくよ。これくらいのお弁当箱におにぎりおにぎりちょいと詰めて、刻み生姜にごま塩を振って、人参さん、さくらんぼさん、しいたけさん、ごぼうさん、穴の開いたれんこんさん、筋の通ったふき、いただきます。むしゃ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 、あー美味しかった。でもね、そんなところに大きなゾウさんもやってきたんだって。ゾウさんには今のお弁当じゃ足りないみたい。じゃあ大きなお弁当を作るよ。これくらいのお弁当箱におにぎりおにぎりちょいと詰めて、刻み生姜にごま塩を振って、人参さん、さくらんぼさん、しいたけさん、ごぼうさん、穴の開いたれんこんさん、筋の通ったふき、はあ、ゾウさんお腹いっぱいになったみたい。そんなところに今度はね、小さな小さなアリさんが来たんだって。